銀座クリスタルビルは東京都中央区銀座4丁目のスキア橋交差点角に立つ商業施設である。藤家のネオンサインとガラス張りの局面上のカーテンウォールの外観が銀座のランドマークの一つになっているが建物は同社所有ではなくテナントとして藤家スキア橋店が入居している。1953年にこの地に地上3階建ての藤家スキア橋店が開店。 1957年には屋上にフランスキャラメルの大看板が設けられ、人目を引いた。1982年、同ビル跡地に現在の銀座クリスタルビルが建設され、同年6月に竣工した。従来富士川、ここより南西に位置する銀座7丁目のドー街に1931年に工場を開設、1975年に、 本社ビルを建設した。しかし2007年に生クリーム偽装に関わる不祥事発覚により、ドービルを売却することとなり、現在は山崎製パン参加として文京区音羽に本社を移転している。2018年3月には屋上の広告塔がリニューアルされ、発光ダイオードの採用によりペコジャンなどの動画を流せるようになったドービルとスキア橋の夜景1階には、 富士家すきや橋店、ロッテリア、中古カメラ屋のニコンハウス、リーガルシューズ、銀座スキや橋店が入居する。2階より上には、星野コーヒー店スキや橋店、ハンバーグ料理のスキヤバーグ、中華料理の桃京、ロー銀座スキや橋店など飲食店が入居している。ありがとうございます。